今日は波がすごい上がってたんですけど、海に行けず、なんか祖父のお腹にちょっと変わった出来物ができてたんで心配やったんで、病院連れてってきました。特に問題なかったということで検査したんですけど、大丈夫だったんで良かったです。ということで、まだ1時前なんで、サクッと昼ご飯作ったらもしかしたらいけるかもしれないということで、ちょっと一品作っていきます。今日はですね、レンコンとたらこのマヨネーズ和え、ちゃんこさんありがとうございました。作っていきます。で、使用するのはレンコン、たらこ、マヨネーズ、小口ネギということで、まあ簡単ですね。作っていきましょうか。湯がかなあかんから手鍋がいるんか。で、まずなんかすぐできそうやから、ちょっとコーヒー作っとこう。コーヒーサブスプリクション、坂口健二さんのやつですね。で、よし、あ、分量書いてないな。たらことマヨネーズを合わせておく。たらこは皮から出す。たらことマヨネーズを、で、これにでも入れときましょうか。たらこどれぐらい使用するのかな、ちょっとわかんないですけど、無着色たらこ羽根をこれ使ってきます。一房とかねえかな、二房とかいるんかな。二房ぐらい使ってみるか。真ん中の大きいやつ一房だけにしようかな。そうしよう、真ん中の大きいやつ一房だけ。菜箸、レンコン一つでいいかな。二ついるかな。二ついるかな。一つ。まあいや、たらこ好きやし、二つ使おう。いいでしょ。で、たらこをこれ崩して。で、マヨネーズ耐えるんよねこれ。マヨネーズどれぐらいかな。今入ってない。で、マヨネーズキューピーハーフ。卵のコクをアップ、これ使います。はい、さあ、ということなんで、どれぐらい、きっと こんなもんでしょうかね。はい、これ開いておきます。よ、こんなもんなんかどうかわかんないけど、完全マヨネーズが買ってしまった。んで、にスライスレンコンをさっと水洗いして、沸騰したお湯で20秒茹で、沸騰したお湯で20秒、ということは湯を沸かさなあかん。ちょっと流しとこうかな一応。さあ、じゃあこれ沸騰させますよ。 OK。 でスライスレンコンを水洗いして、スライスレンコンやから、レンコンスライスせなあかんのということで、レンコンスライスしていきます。そもそもあのスライスレンコンっていうの塗っとるみたいなんで、僕買いましたけど、レンコン、こちら端っこはちょっと捨てようかな。レンコンって皮むくんかな。一応むいとこうか、分からんけど。はいはい、一応皮を剥いた。皮を剥いてスライスして、穴を見やったっけ。でスライスしたらいいか。スライスやから切っていく。
レンコンスライスした、これを20秒茹でてザルに開けたらお水で締める。20秒みたいです。はい、スタート。20秒、茹でる。おお、いやいや負けた。おおおお、1、0、よし、はい、はい、で、これよし、ザルに開ける。水で締める。はい、じゃあキッチンペーパーで水気切ります。で、これでギューッと絞るときに形崩れるけど、それは気にしないでということで、水を絞る。で、いかんでも釜焼き、さっき閉めて熱でいかんなる。レンコンって皮むくかね。むかなかんで。あ、そうか、むいた、よかった、うん、水気結構出るな、これ。よし、オッケー、水気切った。よし、水気切ったんで置いときます。これに、この小口ネギ、ヤッコネギをちょっと変色してるのは捨てて、変色してる部分は捨ててやるね。よし、オッケー。はい、材料こんな感じでできましたね。よいしょ。1と2を合わせて、たらことマヨネーズとスライスレンコンを合わせて、小口ネギを添えたら出来上がり。よし、いる分だけ、食べる分だけちょっと移して、やっぱり綺麗に見えるのはこんなやつですかね。でもたらこが白いから、もうちょっと入れ物、これにしよう。入れ物綺麗やし、合いづらい色があれかな。まあ、ええか、白やからな。うん、どうしよう。でもそれ言うとったら器ないしな、俺。これにするか、ちっちゃいけど。これ乗る？乗るか、合わせたらええもんね。よし、これにしよう。今何時？1時、2時半か、1時半か。はい、盛り付けます。レンコンを乗せて、形悪いやつを見た。うん、はい、これにタレをかけてきます。たらこマヨネーズをかけていくと、あえていくと、これあえやなあかんから、これ混ざらなあかんからね、そもそも。よし、これにネギを添えます。ネギをパラパラパラと。あ、すごい、ええ感じちゃいます。ちゃんこさん、ありがとうございます。レンコンのたらこマヨネーズ、あえ、美味しそうです。では、ご飯の準備を。はい、これでご飯食べます。まーちゃんのかぼちゃと、ちゃんこさんに教えていただいたレンコンのたらこマヨネーズ、あえと、吉野の桜味噌焼きネギ小きゅうりってやつ。はい、ではいただいていきます。まずコーヒー。あー、美味しい、ホッとする、疲れが取れる、また2時にもなってない、素晴らしさ。ではまず、このレンコンのたらこマヨネーズあえを食べましょう。さあ、一緒にネギと食べます。うん、レンコンのシャキシャキのあっさりした食感と、このたらこマヨネーズ合う、またネギがちょっと締めてくれてるから、またさらに美味しさを引き立てる。美味しい。で、ばあちゃんのかぼちゃ、これホクホクですよね。では、ちょっと焦げてなかった今。うん、ちょっ
ちょっと焦がしたな、ばあちゃん。うん、ちょっとビチャついてるかな。はい、吉野桜ネギ桜味噌焼きネギ小きゅうり難しいなこれ。うん、この風味味わい最高。ご飯が何杯でもいきそう。これめっちゃ美味しい。これお酒のあてでも良さそう、一品でも良さそう。見た感じもおしゃれですし、うん、たらこの塩気とか味がしっかりついてるから、あー美味しいこれ。うん、また薬味のネギがいい感じですね。美味しい。おしゃれな上品な一品ですね。いいですね、これはご飯が進むわ。ご飯もうちょっと食べようかな、せっかくやから。お米が美味しい、幸せ。これご飯と一緒に食べても美味しいんじゃん。たらこがご飯ともいける。ご飯すごく食べたくなる。美味しいわ。たらこマヨネーズの甘い感じをこのネギが締めてくれますね、味を。美味しい。ネギ結構いっぱいでもいいかも。でまたこのシャキシャキした食感が美味しい。はい、完食です。今日はちゃんこさんに教えていただいたレンコンのたらこマヨネーズ、あれレンコンのシャキシャキした食感とたらこマヨネーズの風味とこのネギを混じったこの味わいが本当に美味しいですね。上品でお酒のあてよし、一品でよし、いいと思います。ありがとうございました。またちょっと作ってみてですね、どうやったとか教えてもらえたら嬉しいです。ということで引き続き、我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のおつまみ、巷での流行り等々挑戦していきたいと思いますので、また教えていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。ではでは、では失礼します。アディオス、カシオス、バルス。